ロームルスとレムス、ロームルスとレムスレムスは、ローマの建国神話に登場するローマの建設者で、ロームルスの双子の兄弟。アルバロンガのオープロカは、長男ヌミトルに王位を譲って死んだが、ヌミトルの弟アムーリウスは、兄の王位を散脱した。ヌミトルの息子は殺され、娘レアシルイアは、諸女を義務付けられた、ウェスタの巫女とさせられた。 ある時、シルーヤは起きを破って神である、マールスと交わり解任した。シルーヤには、監視がつけられたが10ヶ月後双子を出産した。双子は、アムリウスの命でティベリス川に流され、シルーヤは監禁された。双子が流された日ティベリス川は水量を増しており、双子を流す命令を受けていたメシいカイは騎士近くの、淀みに、双子の入ったカゴを置いた。カゴは流されず、 水が引くと、一軸の木のあった岸にあげられた。この場所は、ローマの七級の一つ、パラティノスの西、ゲルマルスと呼ばれる場所であったとされる。またこの一軸の木は後に、ロームルスの一軸と呼ばれたという。双子は、メスオオカミの父を飲み、キツツキの運ぶ食料を食べて生き延びた。そこへアムリウスの牧夫であるファウストルスが通りかかり、双子を自分の家に連れて帰った。 ファウストゥルスは双子が狼のチブサから父を飲んでいたところからロームルスとレムスと名付けた。二人はファウストゥルスとその妻アッカラレンティアによって育てられた。一説では双子は幼少期にガビーで教育を受けたとされる。双子は立派に成長し周囲の牧夫のリーダーとなった。ある時パラティヌスの牧夫たちは牛泥棒に会い、二人は 裸のままこれを追跡した。このことが、ローマの祭りの一つであるルペルカリアの起源になったという。この時、ローメルスと共に追った仲間は、クインクティウス団、レムスの仲間は、ファビウス団と呼ばれている。その後、フタゴラ・アムリウスの牧夫たちは、アウェンティヌスにいたヌミトルの配家たちと争いを、起こすようになった。ある時一人でいたレムスは、ヌミトルの僕夫たちに拉致されヌミトルの元へと、 連れて行かれた。ヌミトルは裁判のためにアムリウスの元にレムズを引き出した。それに対してアムリウスは訴えをそのまま受けレムズの身柄をヌミトルに引き渡した。やがてレムズとヌミトルが二人きりになるとレムズの堂々とした要望を見てヌミトルがその生まれを尋ねた。ファウストゥルスから自分たちが拾われたことを聞いていた。レムズはそのことをヌミトルに話し、 その話から、ヌミトルはレムスが自分の孫であることを知った。二人は自分たちの関係を知りアムリウス打倒について話し合った。同じことをファウストルスからロームルスも知ったが、間もなくアムリウスにも知られた。アムリウスはヌミトルに出頭するよう使者を派遣したが、その使者からアムリウスも同じことを知ったことを知らされたヌミトルらは協力して放棄した。 アムリウス殺害後、レムスとロームルスは、アルバロンガの王にヌミトルをつけ、母を解放した。二人は野心を持っており、新たな都市の建設を希望した。この計画をヌミトルも支援したといい、アルバの人々の一部や仲間の牧夫たちを連れて二人は、自分たちの育ったパラティノスへ向かった。ここで、レムスとロームルスの間で、争いが起こった。レムスは新都市の場所として、 アウェンティヌスを望み、ロームルスはパラティヌスを主張した。また、都市の名前をローマとするか、レモラとするかの名奏をめぐって、さらにどちらが王になるかでも対立が生じた。この争いは、取り占いで決することとなった。ロームルスはパラティヌスで、レムスはアウェンティヌスで取り待った。ロームルスはレムスを欺き、 自分がすでに鳥を見つけたとレムスに伝えこちらへ呼ぶよう、アウェンティヌスに使いを送った。しかしこの報告を聞く前にレムスは、ローマでは随調とされていた六話のハゲタカを見つけた。その後レムスがパラティヌスへを赴いた時になってロームルスは十二話のハゲタカを見つけた。見つけた時間か数かでやはり争いとなり、この乱闘の中でレムスは殺害されたという。より知られた伝承では、 鳥占いの後ロームルスがパラティヌスに城壁を築き始めたところ、これをレムスがあざけり飛び越えたので、ロームルスが殺害したという。ポメリウムと呼ばれる都市の境界は聖域とされており、これをまたぐことは重大な冒徳と考えられていた。また別の伝承では、作りかけの城壁を越えたレムスを殺したのは、ケレルという男だったという。18歳で死んだレムスは、 アウェンティヌスに埋葬され、その場所はレモリアと呼ばれたという、ありがとうございます。